皆さん、こんにちは。2012年ロンドンパラリンピック、2016年リオパラリンピック、パワーリフティング49キロ級日本代表、墨田区在住の三浦博史です。リオパラリンピックでは日本最高順位となる5位入賞と、墨田区民の皆さんにはいつも応援していただきありがとうございます。東京2020大会の延期のため、再度パラリンピックまであと1年となった今、コロナ禍の中、開催、カフの判断も問われる中でありますが、東京2020大会の延期という誰もが経験したことのない状況を、私たち選手は想定外の事態と現実に向かい合い、日々前に進んでいます。東京2020大会は私たちアスリートにとっても大きな希望であり目標です。世界の仲間もこの困難と戦いながら練習に励んでいます。勇気、乗り越えようとする力、強い意志、限界を突破する力、インスピレーション、駆り立てる力、公平、パラリンピックの4つの価値が東京2020大会ではでっかい勇気の花が咲き乱れるように願っています。東京2020パラリンピック、ワンモアイヤー。